野生のミツバです。野生のミツバは結構よくあります。湿ったところに生えています。なので森の中の半日陰の道の真ん中や両側の割と人が踏むようなところによく生えています。お店で売ってるミツバとはかなり違った感じなので、野生のミツバを見たことがない人は戸惑うかもしれません。お店のはすごく長くてひょろっとしてますが、本来の姿はこういう感じです。茎というか傭兵なんですけど、柔らかくよくしなります。この野生のミツバの隣にパッと見そっくりな植物が生えています。これは毒があるので気をつけなければなりません。ボタンズルって言います。質感がすごく似てて、このザラッとしたような感じが似ています。よく見るとかなり違います。ボタンズルは地面から茎が出て、茎から葉が枝分かれして生えています。ミツバは地面から葉が直接出てます。ボタンズルはツル草なので、ツルがどん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 伸びていく形になっています。傭兵のところが全く違うので、間違えるっていうことはめったにないと思うんですけれども、ミツバを摘んでいてついでに摘んじゃうっていうことはあるかもしれないなと思います。ついでにこちらはミツバアケビです。ミツバアケビはミツバとはもうかなり違う形なので間違えることはないと思います。こういうふうに葉が3つに分かれているものってたくさんあります。これ3枚1セットで、本来は1つの葉なんですけど、それが3つに分かれているという形です。ミツバもボタンズルもその形をしています。この葉の縁のところに水滴がこういう風につくっていうのもミツバのいい特徴で、雨上がりとか雨が降った次の日にこんな感じになります。これは雨水がついているわけではなくって、植物が根から吸った水の余ったものをこのように葉の縁から排出しています。これミツバでよく見かける現象です。ボタンズルの方ではそういう風になっていません。こちらはヘビイチゴです。やっぱり葉が3つに分かれる形をしています。